一般的にドライバーのそれに比べ注目されにくいアイアンのシャフト。方向性と飛距離性能が求められるアイアン用シャフト、その性能とは。今回は最新アイアン用シャフト10機種を徹底分析。プロのインプレッションに加え、ハイスピードカメラの映像や詳細なデータ計測でその性能に迫る。自在な操作性と正確性を誇るダイナミックゴールド、長年の実績と信頼でスチールの頂点と評される。これ以上軽い軽量なシャフトを力のある方が使うとすごく手打ちになり、自分の体を使うのが非常に使いづらくなるというふうなことで、皆さんアスリートやプロはこのダイナミックゴールドを使う方が非常に多いです。トラックマンによる計測データがこちら。テスターの深澤プロが普段から愛用していることもあり、全てのデータが優れた数値となった。高い次元でバランスの取れたシャフトと言える。ライフルシリーズのフラッグシップモデル、プロジェクト X、 国内外のトッププロから絶大な支持を得ている。このシャフトを打ってみますと、非常にボールが前に行くような、ボールが吹けずに、これきっと回転数が抑えられる効果があるんでしょうね。ダイナミックゴールドのボールが非常にゆっくり前に行きたがるような飛び方をします。今回テストした中では打ち出し角最高点とも2番目に低い結果となった。しかしキャリーは平均値に近く、球が前に行く感じという深澤プロのコメントを裏付けている。目指したのは誰にでも理想の弾道と飛距離をもたらすこと、幅広いプレイヤーが使いこなせるカーボンの名品。なんか非常に粘りがあってたわみがあってタイミングの取りやすいシャフトですね。これまでスチール、今までアスリート系の方は大概今スチール志向で、いろんな軽量スチール、ダイナミックゴールドとか使ってますけども、いまいちちょっと距離が、もうちょっと欲しいなと、もう少しこのスチールだとやっぱ飛ばないんだよなって思われた方には、0.5 番手ぐらいこのカーボンシャフトの75でちょうど 100g のスチールを使ってる方はこのぐらいでいいんじゃないでしょうかね。入れることによって飛距離も 0.5 番手ぐらい伸びるんじゃないでしょうか。データでは全体の平均値よりもやや低い弾道で平均以上のキャリーが出ている。プロのコメントにもあったが、初めてカーボンシャフトを使う人にはおすすめの一本である。これを見れば自分に合ったシャフトが見つかるはずだ。しっくりアイアンを手に入れるアイアンシャフトメカニック。